今日は、こちらのタイトルについて相田が発表します。参考にしたものなんですけど、2と3が特にこう、2001年の分類について、2015年16年の分類について書いてある、まとまっているもので、一番下がとあとこの5番目が論文になってて、で一番最後が、その検索に関するスライドになっています。6個あるうちの5個ぐらいがこう分類の方に偏ってて、1個が検索に近いような内容になっています。まず分類からざらっと説明していきます。先ほど説明したものが、2001年と2016年でこう15年経ってるんですよ。でその15年の間に何が変わったかっていうと、まず2001年の時はライブレイズ SVM がギラギラしてて、あとブースティングアルゴリズムっていうものとか、決定義最大エントロピー法、どっちかっていうとこう、とりあえず分けるっていうのが大事になってて、トピック分類ということで LDA がちょっと前から出てきて、背景にあるどんな意味をしているのかって意味のところを扱うことができるようになった。で、面白いのがこう2001年の究極の目標っていうのが書いてあったんですけど、このポータルサイトの自動構築で、そこでこうただ分類するんじゃなくて、検索しやすいような形で、見やすい形でこう並べていく、こうネットの階層構造みたいな。でここでこう図書館の受信分類法みたいなのもあるんですけど、あとは昔がそれを意識していて、でこれは今回は最近だとリーディングリストの作成、こう単純にその分野に関する論文を取ってくることはできるけど、本当にこう重要な論文だけをまとめるっていうものはちょっと難しいっていうふうにこう2016年当時では言われていました。でこういろいろこう数学っぽいのを使ってるんですけど、やっぱこう最近はニューラルが主流になってて、先日文献紹介した UMFIT とか、CNN が今の段階では一番こう性能が高いものに位置しています。これから先ほどちょっと説明しましたこの赤字の図書館で使われている受信分類法というものについて簡単に説明していこうと思います。受信分類法、日本受信分類法っていうのが、日本ディシマルクラシフィケーションで NDC っていうらしいんですけど、日本の図書館で広く使われている図書の分類法、日本図書協会の分類委員会というものが、改定して、最近はこう2014年の12月に出てきた、10版というものが一番新しいものになっています。で、公共図書館の 99% で、大学図書館の 92% が、2008年時点で使っていると。結構大学の図書館の裏にこう本の背表紙にある数字、3桁の数字とか、数字ごとにこうカテゴリーが分類されてるんですけど、あれは実は これを使ったものだったという形になっているそうです。で、具体的に説明していくと、類も順でこう左からこう10種類ずつ細分されています。例えばこうちょっと見づらいんでスライドを見てもらいたいんですけど、一番左だと4番が自然科学ってなってて、でその中で、その自然科学の中で一番細かいので、こう40の中の41っていうのが数学で、さらにこう木の方まで行くと、41の次の数字が、1だから411が大数学みたいな感じになって、どんどんこう細かく振られていくという形になっています。はい、こんな形でこう10種類ずつ割り振っていくようなものになっているそうです。でここで、ウィキペディアとの違いなんですけど、
この表を見てもらえれば多分一目瞭然かなと思うんですけど、特にこう違うのが体型の安定性。これは図書館の分類体系っていうのが、まあ専門家によるこう作業で分類しているということなので、まあ特に急に変わったりすることはあまりないけど、ウィキペディアは結構頻繁に変わっているので、まあ、不安定だということが挙げられています。あと親のカテゴリー数、まあ、図書館の方だとどちらかというとこうトップダウンなので、こう親は絶対1個に対して、ウィキペディアはこう複数あるような形になっているということが、まあ、具体的な違いになっています。で、まあ、いつだっけな、少し前の研究なんですけど、日本十進分類法とウィキペディアをこう対応させていこうという研究があって、まあ、両者の長所を作って、まあ、融合してこう対応するカテゴリーをこうリンクさせて、例えばこの地震だったらこっちのウィキペディアの方の地震っていうのと対応させて、うまいこと対応させて、この右のような、まあ統合ツールを作った研究があります。で、まあうまい感じにまとまってるように見えるんですけど、これ課題としてこう完全にこう例えば地震に対しては地震っていうふうに完全に一致するものにしかこう対応させていないので、例えばこうちょっと語順が変わったけど意味が全く一緒のものとかっていうものをこう意識していくというのが今後の展望で挙げられていました。最後、検索について説明します。まあ、検索は、エンティティリンキングっていうタスクがまあ主なものになっていて、まあ、クエリっていう、こう検索ワードに対して大規模なデータからこう実在するものを抽出する、実在する概念を抽出することになっています。まあ、例えばこの例文があったとしたら、この青字のところに対してこう、まあ、こういう概念を出していくという作業になっています。で、まあ、これの研究としては、まあ、最近年次大会であったまあ、こういう風山の研究だとか、あと、まあ、これ一番真ん中は、まあ、今のところエンティティリンキングで3番目ぐらいの成績、性能が出ている、こう、まあ、ニューラルしないような内容の、知識グラフを少し手を加えて、うまいこと精度を上げようっていう研究になってて、まあ、これはまあ、4月の文献紹介でやる予定なので、はい、その時に詳しくやっていきたいと思っています。あとはもう基本的に、まあ、エンティティリンキングは、上位がもうほぼニューラルが占めているので、まあ、そこは割愛します。ちょっと今日短いんですけど、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。